チャギマチセカンドです。今日はね、韓国のコンビニ GS25 で買ったこの新商品のイテリーマカロンっていうのを食べたいと思います。これね、ネットで見て絶対食べたかったやつ。私が韓国のテグにあるマカロン屋さんよく好きでね、注文してるんですよ。 BB 団っていうところ、何回もメインチャンネルでも出したんですけど、これまあそこの店とは全く関係がないんですけど、イテリーマカロンっていう、あのイタリアン料理を、食べるような、特別な味って書かれてて、これね、味が面白いんですよ、このマカロン。トリュフオイル、ベーコンカルボナーラ、ハニーゴルゴンゾーラの3つの味です。早速食べます。ちょっと今日ね、メインチャンネルでもセカンドでも甘いもの尽くしたから、ちょっとね、今日いっぱい食べてるからちょっとあれなんですけど、はい。でも今回このマカロンは甘いものと言いつつおかずっぽい味だから、多分ね、色的にこれがトリュフオイルで、これがベーコンカルボナーラで、これがハニーゴルゴンゾーラじゃないかなと私の予想の色で考えてるんですけど、多分ね、この緑がトリュフオイルじゃないかな。なんか勝手にオイルっていうので緑のあのオリーブオイルを想像してこれだと思う。食べてみます。これハニーゴルゴンゾーラだ。うわ、なんていうの、なんかね、蜂蜜だしゴルゴンゾーラが強い。チーズがね、あの癖のあるチーズ。これちょっと、これね、なんとも言えない。待って、これちょっと、これベーコンカルボナーラだよね、多分。このピンクの色でベーコンをイメージして、ちょっとつぶつぶっぽいのが入ってる。ここベーコンの粒かな。うん、本当にベーコンからカルボナーラの味。なんかちょっとカルボナーラのニンニクが効いてる。ニンニクの香りがすごい。うん、美味しい。これ次、トリュフオイルだな。トリュフのオイルです。これはいける。なんか黒いつぶつぶがね、クリームの中に入ってるんですけど、もうシンプルにトリュフの香り、いい香り。うん、おいしい。一発目ハニーゴルゴンゾーラいっちゃったけど、ハニーゴルゴンゾーラが一番癖が強い。ゴルゴンゾーラのね、なんかチーズの独特な、ちょっとと臭みって言ってもいいかな。なんか、私苦手かも。でも、後のベーコンカルボナーラとトリュフオイルは美味しかった。でもね、こういうマカロンちょっと面白いし、なかなかね、普通のマカロン屋さん行ってこういうおかず系のマカロンって売ってないかなと思うので、私が知ってる限りも BB 弾ぐらいかなと思うし、うん、美味しかったです。一個ちょっと特殊なのあるけど、ま、今の時期しか多分ご新メニューで売ってないと思うので、はい、買ってみるのいいかもです。ちなみにお値段は、これ1箱1パックで3500ウォン、約350円です。以上、韓国のコンビニで買ったイテリーマカロンでした。